はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の正規分布丸三をお送りします。で、これで正規分布は最後です。で、まあラストもね、問題普通にやっていくんですが、今回は2問となっておりますので、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらってちょっと厳しいと思う方は、今からね、自分の方が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ正規分布っていうタイトルをつけて、これ3問目取ってるんですけど、正規分布の問題は今回が初です。で、前回標準正規分布っていうのをやったんですよ。で、できればそこの勉強内容をがっつり掴んでもらった方が解きやすいです。ここはてか、そこが分かってないと解けないかもしれない。なので、もしよかったらね、ちょっと1個前の動画見てもらえたらと思うんですけど、今回は確率変数 x の話です。前回 z でしたけど、が正規分布 n の2の5の2乗、これに従います。前回0の1だったんだよね。0、1になると標準正規分布になるんだけど、これに従うと。で、その時に次の確率を求めようと。で、ただしその p の 0.4、 p1、 p2 と。で、正規分布表がね、ちょっと載せることができないので、今回はこういう風に数字をピックアップして先に載っけておきます。で、確率 x が2以上12以下と、まあ、この時を求めたいという感じなんですが、今回ね、その前回の動画で標準正規分布の問題があったじゃないですか。で、なんでそれを先に取ったかっていうと、そこの勉強、まあ、解き方、その0からいくつまでに持っていけば面積の話で正規分布表で解けますよっていうのをやったじゃないですか。で、今回もそこに話をつなげるんです、結局。だから今正規分布っていうこの形になってますけど、これを標準正規分布に話を持っていく、変化させます。で、その前にその正規分布、まあ、こういう表し方をしてますけど、正規分布っていうのは nm のシグマ2乗に従うと、こういう書き方をします。で、こっちの m、 こっちは期待値とかと平均、そのまま数です、そこはね。で、シグマ2乗のシグマはその標準偏差になります、になるんですけど、前回の0、1の時にもやったように、x イコール m に線対称なグラフになります。正規分布っていうのは。だから、これ下に書くとすると、ちょっとこれに書こうか。ちょっとちっちゃくてごめんね。前回正規分布の時は、こう、y 軸に対称に必ずなるんですけど、今は、これあれか、直線じゃない方がいいね。ちょっと待ってね。まあ、こういう風にグラフがあるとしたら、これにまず必ず線対称になると。で、こいつ、この直線ね、が、x イコール m になります。だからここが3だったら、x イコール3に線対称。今2だからね、x イコール2に線対称になるんですけど、まあそういうもんなんだと思ってください。正規分布に関してはね。でですね、ここが大事で、今 x の話をしてるじゃないですか。で、標準正規分布、前回の動画でやったやつは z を使うんですけど、これね、x と z をつなげることができます。で、その公式があって、それが大事。z イコール、シグマ分の x マイナス m です。よいしょ。これを必ず覚えてください。今、ここは正規分布なんですけど、この公式を使って z に持っていけば、この z は標準正規分布になります。だから0、1に従うと。でも多分ね、ここまで聞いても、慣れてることがね、分かってる子は、あ、はいはいってなると思うんですけど、例えば初めてここを勉強する方とか、ちょっと苦手な方とかはね、いや、もうなんか、暗号にしか聞こえないっす、みたいな感じになるかもしれないんですけど、何が言いたいかって、結局、これ x なんで、これを z に変えるの。本当はイコールのがいいんですけど、ちょっと矢印で持ってきますね。これを、真ん中を z にしましょうって。こういう風に変えることができる。で、どう変えるかっていうと、今、こっちの、この問題ね。m が2、シグマが5なんで、z イコール5分の x マイナス2っていうのを使うことができます。これ。ちょっと変な回復、これ、ね、変な回復しますよ。こんな感じ。今、シグマのとこ、ここね、入れただけで、m が2なんで入れただけです。で、今 x こっち2じゃないですか、数字が x が2ね。
じゃあ x に入れると5分の0になるんで、ここ0になります。じゃあ12入れましょう。12入れると5分の10になるから2に変わりますよね。で、さっきも言ったように z にしてしまえば、これは標準正規分布なので0から2ってなってるから正規分布表の P2 と一致します。これ前回の動画で勉強したやつってことは P2 も書いてあるからね。だから 0.4772 でもこれで終了なんです。以上っていう。だから大事なことは正規分布から始まってるんだけど、標準正規分布の Z の方に話を変えてねっていう。で、変えてしまったら前回の動画でやった解き方を使ってくださいと、そういった感じで解いてください。なので2番も同じです。これどう持ってくるか、 P の真ん中 Z に変えます。よいしょ。で、まず0を入れると5分のマイナス2です。で、5分のマイナス2、5分の2が 0.4 なので、今ちょっと狭かったな、ごめん、ちょっと書き直すよ。左側はマイナス 0.4 になります。で、7を入れると5分の5になるから1だね。で、こうなる。じゃあ、これを解いていこうって考えると、これちゃんとね、書くんだったら0で分けるから、0まで、プラス P が0から1までになると。で、グラフを書いたら分かるように、これ、マイナスとプラスゾーンに分かれてるから、左側の面積プラス右側の面積になるので、こっちは P の 0.4 プラス P1 とすることができます。ちょっとここからハテナ出る方は前回の動画見てください。で、P の 0.4 分かってるので、0.1554 プラス P1 が、0.3413 となるので、繰り上がりが、あ、ない、素敵。4、9、6、7か。これで終了となります。ちょっと焦点合わせますね。なので、繰り返しになりますけど、本当最初、正規分布から始まってるんですが、まず、この書き方ね、正規分布の書き方、それが、こことつなげることができる。で、これを使うことによって標準正規分布01に従う方に持っていけるので、そこに持っていってしまえば前回の動画でやった解き方を使うことができますよっていう風な感じで、ぜひ解いてみてください。では今回は高校数学数 B の正規分布3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回からですね、タイトル忘れましたね。母数かな？そう、母集団と標本を、多分これが最後になると思うんですけど、で、あるんですが、実はこれもですね、乱数表といって表が必要になるんですね。で、こっちはなかなかピックアップが難しくなってしまうので、乱数表を使わない問題あまりないんですけど、それを何問か、動画ね、何本分か撮って、数日終了になると思いますので、もしよかったらね、次回からのシリーズもちょっと見てみてもらえたらと思います。では、今回はこれで終わります。ちょっと詰まっちゃった。ごめんね。今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。